皆さんこんにちは、どうゆうりなです。私は今東京都は多摩にありますサンリオピューロランドにやってきました。こちらでは子供から大人まで人気のサンリオキャラクターキティちゃんやマイメロディーといったお友達に会うことができます。今日は平日なんですけれども家族連れやカップルでとってもにぎわってますよ。それでは早速中に入ってみましょう。楽しさマックスの娯楽情報番組 Go West、 旅をテーマに毎週いろいろな娯楽情報をお伝えします。今週はレポーターのりなちゃんが東京都内にあるサンリオピューロランドにお邪魔して、女の子なら誰でも会いたいキティちゃんに会ってきました。大型のテーマパークにはない魅力がいっぱいのサンリオピューロランド、その魅力をちょっと覗いてみましょう。サンリオピューロランド広報担当の若原さんにお話をお伺いします。若原さん、私初めてこの館内やってきたんですけれども、見どころやおすすめのスポットありましたら聞かせていただけますか。はい、おすすめのポイントは一昨年の7月にオープンいたしましたサンリオタウンというエリアがおすすめです。キャラクターの世界観を表現したエリアになっておりまして、キキロララの生まれた思いやり星などキャラクターの世界観を存分にお楽しみいただけるエリアとなっております。楽しみですね。今こう館内見てみますとご家族の方も多いんですが、それ以外のいろんなお客さんがいらっしゃるんですね。そうなんです。ご家族連れはもちろん多くて、最近ですと10代20代の女性の方、あとはもちろん海外の方も多くいらっしゃっております。キティちゃん海外でも人気ですもんね。そうなんです。やっぱりいろんな方がやっぱ日本のということでお越しいただいております。さあ、そしてそんなキティちゃんをはじめとしますサンリオキャラクターにとって今年は特別な年ということなんですよね。そうなんです。今年はマイメロディーとキキララが40周年を迎えまして、ピューロランドでも1月よりそれをお祝いするイベントをスタートいたします。40歳ということなんですけれども、どんなイベントがあるのか少しだけ概要を教えていただけますか。はい、1月からマイメロディーの40周年を記念しておりまして、マイメロディーの生まれ育ったマリーランドという世界観をお楽しみいただけるエリアや、あとパレードもマイメロディーの40周年をお祝いする仕様になって変更となって新しくスタートいたします。それではテレビをご覧の方に PR をよろしくお願いします。はい、サンリオピューロランドはキャラクターが好きな方、子どもの方から大人の方までいろいろな方が楽しんでいただけるスポットとなっておりますので、ぜひ日本にお越しの際はお越しいただければと思います。それでは早速中に入ってみましょう。さあ、ここからが素敵な国への入り口となるわけなんですが、下にずっと下がっていくんですよね。あー、見えてきました。かわいい。ちょっと見えますか。うわー、この雰囲気にテンションが上がっちゃいますね。たくさんの人でにぎわっています。世界中の人たちに。サンリオピューロランドは京王線多摩センター駅から徒歩5分のところにあるハローキティがテーマの全天候型テーマパーク。館内は4階建てで全て屋内のため、小さな子供連れやおじいちゃんおばあちゃんにも負担のかからない嬉しい適度な広さです。2歳までは無料、そして17歳まで子供料金で入場できるというのも嬉しいですね。多摩センター駅は新宿から京王線小田急線で30分から40分ほど、成田空港や羽田空港から直通バスもあるそうです。周辺マップにはさまざまなサンリオキャラクターが描かれているので、多摩センターに着いた時点でウキウキ気分になること受け合いです。見てください、こちら日本の縁起物熊手なんですが、よく見るとサンリオの人気キャラクターたちがいっぱいいるんですよね。そしてこちら日本一大きな熊手イコール世界一じゃないかということなんですが、年々大きくするのが熊手の特徴。もうね、上は大きくなりすぎちゃって入りきらないので、だんだん横に大きくなっているそうです。はい、マイメロディーです。こちらもね、商品なんですが、こちらではこのピューロランドオリジナルのアトラクションのぬいぐるみだとか、こういったさまざまな商品があるんですよね。すっごく可愛くて全部欲しくなっちゃいますが、
皆様ごきげんよう。エリーキティーズハウスです。セレブなキティのお屋敷ということで、見てください、この雰囲気、エレガントで、そしてとってもキュートですよね。小川原さん、ここキティちゃんのお家ですよね。ということはキティちゃんに会えるんですか？そうなんです、キティちゃん常にここにおりまして、最後にはキティと一緒にハグをしたり写真を撮ったりすることができます。皆さん待ってらっしゃるのは、あれはキティちゃんの登場待ってるんですかね？これアトラクションをお待ちいただいておりまして、中はレディーキティハウスといったキティの、セレブな生活を楽しんでいただくようなお屋敷のアトラクションになっております。キティちゃんのお屋敷の中いろいろとあるんですね。そうなんです、すごい、もういろいろなキティのぬいぐるみであったり、ソファーや茶室などもありますので、ぜひお楽しみくださいませ。今日は運よく5分待ちということなので、早速私も中に入ってみます。すごい、キティちゃんがこの部屋に住んでるんですね。白いピアノ、そしてシャンデリア、なんともゴージャスなお部屋です。こちらピアノラホール、玄関となっております。レディキティのお部屋、この先お広間となっております。え、これ玄関なんですか？ちょっと部屋への期待も高まりますね。世界中の人たちに贈ろうこの言葉を、ありがとう。見てください、キティちゃんの部屋、ありがとう、たくさんの愛を、ありがとう、伝えよう、伝えよう、あの人に。和室もありますし、そしてこっちソファーもありますね。あ、メイクルームもあります。かわいい、すごい。カバンの中もちょっと見せてもらっていいですか、カメラに。これ中荷物じゃないんですよ。かわいい、これ中もお揃いじゃないですか。あ、そうです。やっぱりこのお家、女の子やそしてカップルに人気があるようですね。みんな思い思いの場所で可愛いポーズをとって記念撮影されています。なんだかみんなの表情も生き生きしているので、すごくそれぞれがキティになったような、そんな雰囲気ですね。そしてこれミルクティーバスなんですって。本当におとぎ話のような世界ですよね。ではキティちゃんのベッドに寝てみます。体重がリンゴ3個分で、私大丈夫かな、ギシギシ言ってる気もしますが、さあやっと待ちに待ったキティとのご対面です。もう今か今かとみんな待ってるんですけれども、私もワクワクしてきちゃいました。さあどんな感じなんでしょうね。この言葉を、実はピューロランドに入らなくてもサンリオのキャラクターたちに会う方法があるらしいんです。毎週土曜日午後3時には多摩センター駅前にサンリオキャラクターがグリーティングのためにお目見えするということですよ。また駅前の京王プラザホテルにはなんとキティちゃんをテーマにした部屋もあるそうで、ファンにはたまりませんね。
さあ、可愛らしいコミカルなリズムに乗せてキャラクターたちが動いてパンを作っているんですが、実はここ甘いいいパンの香りもするんですよ。いつまでもここで立ち止まって癒されちゃいそうですね。さあ、キャンディ工場、そしてパン工場の後はジュース工場、それからこちらはチョコレート工場です。甘い香りもチョコレートに変わってきて、ちょっぴりお腹が空いてきちゃいました。楽しそうな音楽が聞こえるここなんですが、これは？はい、ここはメルヘンシアターといって、不思議の国のハローキティというミュージカルショーが行われています。音符があったり鍵盤があったりと雰囲気も素敵ですね。そうなんです、ここは音楽をテーマにしたシアターとなっておりまして、ぜひ世界観も楽しんでいただければと思います。今からショーが楽しみです。では人気商品をお伺いしたいんですが、これはこちらはですね、コンペイトーになります。瓶の中に入ってて星さんみたいで可愛いですね。これが一番人気になるので、これ食べ終わっても瓶として使えるので一番おすすめです。ですよね。お値段聞いちゃっていいですか？こちら486円になります。お手頃なんですね。500円玉でワンコインサイズになりますね。
ちょっとしたプレゼントでも喜ばれそうですよね。ちょっとスタッフさん、あっち向いていただいていいですか。見てください、ここツイン、キキララです。かわいい、スタッフさんの衣装もかわいいですね。若原さん、美味しそうですね。はい、ここはキャラクターフードコートで、キャラクターをイメージしたメニューがたくさん用意してあります。どれも可愛くって食べるのがもったいないんですが。はい、そうなんです。いろいろキティちゃんのお顔だったり、キララの流れ星をイメージしていたり、やっぱりキャラクターが好きな方にはもうたまらないご飯だと思います。これいろんなメニューがあると思うんですけれども、皆さんやっぱり好きなキャラクター行くんですかね。そうですね、やっぱりキティちゃん好きな方はお顔がついているもの、キキララはお星様、マイメロディだったらクロミちゃんの黒カレーなど、いろいろその人の趣味が現れるかと思います。今入り口入ってすぐなんですが、若原さん、見覚えのあるキティちゃんの衣装。はい、そうなんです。このぬいぐるみはアトラクションのレディーキティハウスのスタッフのお姉さんが着ているのと全く同じコスチュームを着ているキティのぬいぐるみになります。ピュールランドの限定の商品なんです。道理で見たことあると思いました。なんか親近感も湧きますね。で、若原さんの後ろのキティちゃんも、これはもう皆さんも映像の中でご覧になってるかもしれませんね。そうですね、パレードの中でキティが着ている衣装と全く同じものを着たキティのぬいぐるみたちで、これもピュールランドの限定のグッズとなります。可愛らしいストラップやアクセサリーが並んでますね。はい、こちら無料で名前が刻印できるレザーアクセサリーとなっております。あ、これネーム入りサービスなんですね。そうなんです、自分の名前や記念日などが入れられるので、お友達同士でお揃いで作ったり、来場の記念に作っていかれる方がすごく多いです。さて、
みんな念願のキティちゃんと握手してハグして投げキスまでしてもらって、今夜はいい夢を見ることができそうですね。園内でのアトラクションはミュージカル仕立てのショーを含めて9つ、年齢を問わず楽しく過ごせますよ。全館禁煙というのも小さなお子さんのいるファミリーには嬉しいですね。館内にいくつかあるレストランにはクリスマスなど特別なオケージョンごとにシーズン限定のメニューもあるようです。今週のゴーウェスト、いかがでしたか？今度日本に一時帰国するときは、日本のおじいちゃんおばあちゃんと一緒にキティちゃんに会いに行くのも楽しいかもしれません。番組では視聴者の皆さんの中から抽選で10名の方にサンリオキャラクターのプチタオルをプレゼントします。ご応募はこちらまで、メールでどうぞ。タイトルにプチタオルプレゼント応募と書いて、本文にご視聴の放送局名、お名前、ご住所、職業、年齢を記入してください。放送の翌日夜10時まで受付、約2週間後に普通郵便で発送します。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。来週は世界で初めてアメリカロサンゼルスで開催されたハローキティコンベンションとスーパーキュートフレンドシップフェスティバルの様子をお送りします。お楽しみに。